和弘の相性とかも見てくれて、人との相性をその人見てくれる。こんな早い時間から。レバー大丈夫、うん、俺レバーね、あんま好きじゃないんだけど、うん、これビールしてるのあんま好き、今、ビンビールある、うん、これはレバー好きになっちゃう、そうなんか噛み切れないとかさ、そんな感覚じゃない。そうそうそう。違うの、本当にちゃんと牛も感じるし、うん、感じる、豚も鶏も確かにいるなっていう、うん、黄金配合なんすごいね。ちょっと和弘ね、また連れてきたいところが増えたな。つくね系好き？好きだね。もう入った瞬間につくね頼まないといけないお店がないでしょ、そんなお店。入った瞬間に頼まないといけないつくねを好き塩かタレか卵を乗せるか乗せないかすぐ行かないといけないって店がある。むしろ座った時に頼みますかって聞く店員さんが、頼むんだったら、そう、早めに行ってくださいって。すっごい時間かかるから、こんなでかいんだけど、それめちゃくちゃうまいね。行きたいな、いや、そりゃそうでしょなかなかいないよ、その遊び回って確かにこれもほら、つくね要素ね、って思うのはあるけど、一口勝負。いや、もう一口だよ、プルプル。だから一口となるとこれをつけるべきだから、なしだね、塩ぐらいじゃこれ。
とろじゃなくて、あれか、雑炊か。そうそうそう、米感全くない。あ、でも味濃い、優しいかなと思った。よいしょ。